8月の第3日曜日を迎えました。1週間の初めの日曜日にこのように神を礼拝することができますことを神に感謝をしたいと思います。この礼拝を通して私たちの1週間の歩みがより豊かなものとなりますように願います。先週の木曜日は 8月15日でありました。終戦記念日、79年目を迎えました。8月は平和について考える時であります。平和について考えるということは、戦争の悲惨さ、戦争の悲しさとともに、 日常生活のありがたさ平和のありがたさを改めて受け止めるそのような時としたいと思います世界で起こっている悲劇が一日も早く終わりますように心から願うのであります使徒原稿録を読んでおりますこの使徒原稿録は 初めての教会の様子をこう描いているわけです。イエス・キリストの弟子たちに神様からの聖霊が送られました。そのことによって弟子たちはイエス・キリストの十字架の意味を理解することができ、そしてそれを周りのユダヤ人たちにこう伝えてきました。いろいろな困難や迫害もありましたけれども、 その伝道の技は続いていくのでありました。首都言語録の10章に入りますと、転換が大きくこう変わっていくのであります。それは、イエス・キリストの福音が、それまではユダヤ人だけであった。それが全ての人たちに伝えられていくという大きな転換にこうなっていくわけです。 最初に出てくる人が、コルネリウスという人でありました。神は、聖霊を通して、また聖霊によって使わされた天使を通して、その技を進めていくのであります。今日は、十章の四十四節からでありますけれども、十章から少し振り返りながら、 今日のところを見ていきたいと思うわけです。特にあの今日のところは、一言行録の2章の1節から4節のところで、ペンテコステ、聖霊降臨日がありました。聖霊が下った。それはユダヤ人たちに対してでありました。イエス・キリストの弟子たちだけに対してでありました。 それが、この、十章の四十四節以下のところでは、異邦人に精霊が下って、同じような出来事が起こっている、ということであります。ですから、この異邦人伝道ということの中では、非常に大きな、この流れということに、こうなるわけです。人間公録の十章の初めからと言いました。 神に使わされたこの天使は、このカイサリアにいたスペイン隊と呼ばれる百人隊長であったコルネリウスという人に働きかけました。コルネリウス、あなたの祈りと施しは神の前に届き覚えられている。今あなたはペテロを あなたの家に招きなさいという言葉でありました。その天使の言葉を受けて、このコルネイ師は三人をこのペテロの家に招くのであります。今度はこの天使はペテロに働きかけます。昼の 祈りりの時間でありました。上から大きなものが降りてくるそこにはさまざまな動物やそれからあらゆる獣や血を這うもの空の鳥が入っておりましたそれらは レビキの中に書いてありますけれども、汚れたものとされていた動物でありました。天使はこのペテロに言うのです。それらをほふって食べなさいと。ペテロやこのユダヤ人はですね、このレビキの教えをずっと守ってまいりました。汚れたもの。 そういうものは食べてはならない。ずっと食べてきませんでした。ですから、ペテロは死をとんでもない。立法にある通りに、私はそれらを一切食べたことがありません。このように答えるのであります。それに対して、この精霊が、天使がですね、神が清めたものを 記憶ないなどと、あなたは言ってはならないという、そういう言葉がありました。この天使の言葉というのは、この、レ引きの言葉に反するものでありました。まあ、旧約聖書には、清いものと汚れているものとがこう分けられて、こういたわけですね。ですから、汚れたものは、それに触れてはならない。 いうことをずっとこのユダヤ人は守っていった。で、それがこの時にですね、この天使は、それまで汚れていたもの、今や清められたものとなったと。まあ、このようにこうまあ言うわけです。なぜそれがこう変わっていったのか。それは、イエス・キリストが十字架にかかってくださったと。 大きな出来事がこうありました。このイエス・キリストの十字架の死復活によってそれまでのこう考え方が大きくこう変わっていくその流れにこうなっていくわけです。そのようなことが3回もありました。ペトロは自分が見た幻が一体どういう意味があるのかと思い悩んでいた時に このコルネイスから送られた三人のしもべたちがペテロの家にこうやってきました。考えていたこのペテロに天使が言います。三人があなたを探している。立って下に行きためらわないで一緒に出発しなさいとこういうわけです。 それまで、このユダヤ人は、この外国人と付き合ったり、外国人の上を訪問したりするということは、立法によって禁じられていると書かれてありました。そのことを知っていた、このペテロでありますけれども、その幻を見て、神が、清いものとか、汚れているものとか、そういうものを今やもう、 分けることはないんだということを理解して彼らを受け入れその家に泊めて次の日にこう出発をいたしました。出発したペテロたちはすぐにこのコルネ,このコリネリウスの家に向かっていくわけです。コルネリウスは親類や親しい友人を呼び集めて待っていました。 ペテロが来るとコルネリウスは迎えに出て足,も足元にひれ伏して拝みます。ペテロはコルネリウスを起こして私もあなたと同じ人間ですと答えてさあ立ってください。起きてくださいとこう言いました。そして話をしてこのイエス・キリストの福音を 語っていくのであります。それは、このペンテコストの出来事に、このペテロがユダヤ人に向けた説教、それとある同じようなことでありました。ペテロはコルネリウスに神が人を分け隔てないことがよくわかりました。どんな国の人でも神を恐れて正しいことを行う人は 神に受け入れられていくんだということをこう言った後でですねこのイエス・キリストのことを丁寧に語っていくのであります神の子であったイエス・キリストが私たちのところに来てくださったそして神の言葉を語り弟子たちを選び悲しんでいる者 苦しんでいるものを慰め、そして病や色々いろいろな重荷を持っているものを奇跡によって癒されていきました。そしてやがてこのエルサレムで十字架につけられて殺されて三日目によみがえってくださった。ペテロは復活されたイエス様と私は出会ったと。 復活されたイエス様が全ての人たちに会ったわけではなくて、ある意味ではこの選ばれた人たちにその姿を表してくださった。食事を一緒にしてくださった。そのことをペテロはこのコルネウスにこう語るわけであります。その中でこのイエス・キリストの 十字架の意味について、私たち人間の罪について、そしてそのイエス・キリストの十字架が何を意味するのか。罪のあがない。罪の許し。そのことにこう繋がっていく。そして全てのものは、このイエス・キリストの十字架を信じることによって、罪の許しが与えられる。神の恵みが一方的に与えられると。 そのようにこう語りました。そのことをこう語っているうちに、それを聞いているコルネリウスとその人たちのところに、今日の聖書の箇所にこうなりますけれども、見言葉を聞いている人、彼らの上にですね、精霊が注がれた、精霊が下った、 いうことがこう書いているわけです。ここでは、割礼を受けている信者で、ペテロと一緒に来た人は、皆、精霊のたまものが違法人の上にも注がれるのを見て、大いに驚いたと書いています。違法人が異言を話し、また神を賛美しているのを聞いたからであると、このように書いてあります。 首都玄国二章で起こったペンテコストの出来事が今、この十章の四十四節以下のところで、ユダヤ人に起こった出来事が今や、この違法人のところでもこう起こっている。神がそのように導いてくださっているのだということを、ペトロをはじめ、その周りにいるこのユダヤ人たちは、そのことを理解いたしました。 そしてペテロはこう言うんです。私,私たちと同様に聖霊を受けたこの人たちが水でバフテスマを受けるのを一体誰が妨げることができますかとこう言うんですね。そしてイエス・キリストの何よってバフテスマを受けるようにとその人たちに命じたとこう書いてあります。進めているのではなくて この命じている。あなた方は、イエス・キリストの福音を信じ、そして、この洗礼を、イエス・キリストの名によっての、このバフテスマを受けなさい。そのような強い言葉で、ペテロは、コルネウスたちに迫るのであります。おそらくこの時に、このペテロによって、 コルネリウスたちは洗礼を受けたはずであります。これから本格的に違法人伝道学を始まっていくということなんですね。さて、この使徒原稿録全体を見てですね、イエス・キリストの福音がユダヤ人から今度は違法人にこう伝えられていく、大きなステップをこれから踏んでいくと。 いうことにこうなります。後にこのパウロが登場して、パウロによるこの本格的な伝道旅行というのがこう始まっていきます。イエス・キリストの福音がエルサレムからユダヤ、サマリア、そしてローマへとこう続いていく。やがては全ての人たちのところに地の果てまでイエス・キリストの福音がこう伝えられていくと。 いうことにこうなっていくわけですけれども、しかしその中で、教会はすぐにこの違法人伝道へ進んでいったかというと、そうではありませんでした。十一章の最初のところを見ますと、このペテロがエルサレムに戻ってですね、このコルネリスの出来事、違法人がこの福音を受け入れた。 精霊が下ったということに報告するときに、このユダヤ人の中にもですね、彼らにも、このまあユダヤ人の義務というんでしょうか。割霊を受けて立法を守らせるべきだと。イエス・キリストを信じるだけではなくて、割霊を受けて立法を守るべきだという、そういう声が上がりました。 まあこの後にこう人間公録を見ていきますとこのバルナバやパウロによる第一回伝道旅行というのがこうなされていきます。違法人伝道というのがこう進んでいくんですけれどもその中でこの教会は大きなこの渦の中にこう巻き込まれていくというか一つの決断をしなければなりませんでした。この違法人が このキリスト者になる、教会に加わっていくときに、一体何が必要なのかということにこうなるわけです。イエス・キリストを信じるだけでいいのではないか、洗礼を受けるだけでいいのではないかと、私たちは今、このイエス・キリストを信じるだけで、神様の救いに預かることはできることになっていますけれども、このときに、 この教会は信仰だけではなくて割礼を受けて立法も守らなければならないという声がありました。一方でこの異法人たちに対してイエス・キリストの福音のみを信じればそれでいいんだとそういうものもこうあったわけです。割礼や この立法をどのようにこう受け止めるのかというその議論が実は首都圏協力15章のエルサレム会議というところにこうまあえそこにですね議論がなされて一つの結論がこう出てまいります。そこではこの違法人は教会に加わるときに洗礼を受けるだけではなくて 活量を受けなければならない。立法を守らなければならないということは、こう、なくなってですね。この、みだらな行いをしてはならないということ。それから、偶像に捧げた肉。それを食べてはならない。などの、いくつかのこの決まりごとで、こう、解決をしていくわけです。この、でも、この、一元公六の十五章の決定というのはですね。 ある意味では、その当時のこの流れをこう追っているものでありまして、まあ、今日のようなイエス・キリストの福音だけで、信仰だけでいいんだということにはこうありませんけれども、まあ、その当時、教会をまとめるために必要なものであったとこう理解いたします。でも様々な困難がありながらも、このイエス・キリストの福音がこう伝えられていく。 人間のさまざまな思いや人間の計画などもありましたけれどもすべては神によって最初からなされていた計画でありました。神の救いがすべての人たちに与えられる、述べ伝えられる。神はそのために旧約聖書においてユダヤ人を通して 救いの準備をしてまいりました。新約聖書のイエス・キリストにおいて完全な救いというのが示されていくのであります。私たち一人一人にこのイエス・キリストの十字架によるこの完全な許しというのが与えられている。その経過のところを私たちは使徒言行録を読みながら改めて神様のご計画が一つ一つ あったのだということをこう知ることがこうできます。私たちが今、教会に加わり、そして信仰生活を送ることができるということは本当に神の大きな恵みの中にあるということを改めて覚えて、感謝を持って歩んでいきたいと、そのように願います。お祈りをいたします。神様、今日も首都原稿録を通して、 神様の救いのことについて考えてまいりました。あなたが聖書全体を通して私たちのその罪をあがなうために一つ一つ丁寧にしてくださっています。その中で人間的な様々な困難もありましたけれどもそれを乗り越えてあなたの救いは全世界に及んでおります。 私たちは今教会に集まりあなたを礼拝しこの世に賛美をすることができますこと。